よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、席の方にお座りください。はい、どうもいらっしゃいませ。どうもいらっしゃいました。はい、皆さんお待ちかねの、井上菊さん、菊子さんです。はい、はい、ではちょっと簡単にまた自己紹介の方、はい、はい、お願いしたいと思います。定番の、じゃあ、あれ言ってみたいと思います。一応台本上にそういうふうに書いてあったので座ってからあれみたいな感じ。皆さん今日は、最後まで楽しんでいってください。ベルダンディをやらせていただきます、井上菊子17歳です。おいおい、ありがとうございます。もう本当に定番ですね。一応持ちネタなので、持ちネタですね、はい、もうずっと変わらない。一応つかみはこれでっていう、はいはい、もうバッチリ多分つかなと思います。大丈夫でしょうかね、はい、微妙かもしれないんですけどね、はい、もうこれがないと始まりませんからね、はい、変わらないといえば、はい、年齢の17歳アフタヌーンの連載と同じですよね。そうなんですよ。原作も、来年で17周年、はい、17歳、私も、声優デビュー17周年あ、声優デビューもそうですね、そうなんですよ。なるほど、ね、本当に私ずっと17歳ですって言ってたんですけど、はい、とうとうそういうことになってしまいました。なっちゃうんですよ来年。確か、はい、OVA の頃から93年だから多分92年頃からお仕事をされてるかなと思うんですけれども、単純に今当時だから12年前とか5歳だったってことですね。5歳ぐらいから、はい、はい、その時の何か思い出って あの頃私も幼すぎてあまり覚えてない覚えてない。さてですね、今日は、はい、井上さん、お越しいただきましたけども、もう一人、もう一人、はい、スペシャルゲストの方をお呼びしております。大丈夫ですかね、はい、はい、それではね、スペシャルゲストの方をお呼びしたいと思います。このあーみがさまの、主題歌を歌っております、石田陽子さんです。どうぞ拍手でお迎えください。どうも、メリークリスマス、石田陽子です。はい、ようこそいらっしゃいました。ようこそ、ようこそいらっしゃい、こんにちは。まあ、とりあえず座ってもらいましょうか。はい、はい、じゃあどうぞお座りください。あ、女神様の、主題歌と、肉の方を歌っております、石田陽子さんです。はい、石田陽子です。17歳とか言った方がいいですか？あ、じゃあ17歳でよろしくお願いします。はい、17歳でいいんですよね、本当ね。いいです、はいはい、この間ね、TBS アニメフェスタで、はい、一緒に仲間になろうよって。あ、そうです、同い年になろうってことに決めたんで。そうでした。あ、そうですね、じゃあ17歳でということで、はい、お願いします。お願いします。特に姉とか妹とかってないですね。その辺語り出すといろいろと、深い事情があるわけですね。嘘で、ものすごい妹さんです。ものすごい妹さんです。その辺もあやふやに、あやふやに、はいはいはい、なんか本当に仲良さそうですよね。石田、はい、さん、お聞きしたかったんですけど、はい、オープニングとエンディングってどういうポイントで書かれたんですか？ですね、オープニングはもう女神の視点で壮大なイメージで大きく捉えたような書き方でお願いしますということだったので、やっぱり空とかこう抜けるような空とか風とかそういうのをイメージして書いたんですね。でエンディングの方はもう少しこのなんていうんですか、身近な感じで書いてほしいということだったので、まあ、ベルダンディもケイチさんとこう一緒に住んでる中でこう女神なんだけどこう女性、普通の女性の部分もあるじゃないですか、はい、なのでそこの部分を書いてみようかなと思って、女神の別の視点からはい、こう書いたっていう感じですね。女神様、原作の雰囲気を壊さないように作ってほしい。あとお姉ちゃんのキャラが最近暴走気味なので、正統派のお姉ちゃんの演技を見たい連盟というおはがきをいただいております。暴走気味なんですか？いや、全然何のことだろう。暴走、そうですね、
あのこう結構ね私声優になってから、ま、ボケの方って言われてて、うんうん、最初の新人さんの頃は今うんうんって普通のボケだったんですよ。それがやっぱ何年かしたら割と攻撃的なボケだって言われるようになってきて攻撃的なボケってボケって言われるようになってきてでだんだんなんかほらお笑い系の方にちょっとこう行っているのでそれは望んで行ってるんですけどでもねあの作品の中では大丈夫です出さないように私はもうあの神聖なベルちゃんを汚さないようにあでもちょっとでもほらベルちゃんだってちょっとうんっていう時あんまりないんですよねあそれがでもあでもね今回のテレビシリーズほらゴアムでやって監督もおっしゃってたんですけど割とちょっとだけあそんなことも言うんだとかあベルちゃんそんなこともやっちゃうんだっていうねあーっていうところもあるからまちょっと出すのは控えめに決してあんまりこっちに来ないように寄らないように頑張りますそのさじ加減みたいなさじ加減ですね間違えないようにあの大丈夫ぜひともね、はい、テレビの方でチェックしながらね放送してるキックさんをね、見届けてくださいいやいやしないです頑張りますはい、お疲れ様です、あれなんか今すごいいい感じになってたんですけどえ今すっごいいい感じになってたいい感じじゃないですかいい感じじゃないですかいい感じですね、はい、光ってますよいい感じだ、はい、あの一応すいません私が間違ってました今日はねクリスマスあららら、ね、12月25日クリスマスということで、はい、皆さんにねクリスマスの雰囲気を出しあのそこばっかり見ないでください結構好きですかこういうのこれ着たいですかすごい着たいんですけどなんかいろいろな人からストップをかけられてあなるほどやめてくださいって言われたんで、はい、じゃあのこっそりね今度ねこっそり今度ね、はい、いつか素敵ですよねお姉ちゃんお姉ちゃんいませんねあれお姉ちゃんどこ行っちゃったんですかね見ませんちょっと待ってかわいいすいませんかわいいごめんなさいあのちょっと今あのフィンランドの方からフィンランドあフィンランド違ったフィンランドから来たんですかだそうだよねサンタクロースがね生まれたとこですよね、はい、そうやっぱ夕べの夜中が大変でした、はい、あそうですかずいぶん早かったですねフィンランドからご苦労様です結構はいあ大丈夫で、ね、でもね横ちゃんにもプレゼントがあるのあ先ほどねいやいやいや